確かにそう思う。気がつくとなんだか罪悪感感じてる自分こそなんだ。そもそも暇って言葉自体まずいい意味では使われない。辞書で暇って引いてみた。これもまあ暇のなせる技。暇、自由な時間、仕事や義務に拘束されない時間。確かにその人にしてみれば僕は暇に違いなかったが、その間僕はテレビを見たりファミコンしたり本を読んだり時間について考えたりしながら僕は僕の暇を過ごしていた。そんな暇あったらって言うが、みんな暇は嫌いなのか、暇はダメか悪いのか、そんなに嫌か暇が。他にも気候、愚行の結果、最終的に何も残さなかった。